去年の猛暑の影響で米の品薄が全国的に深刻となっています。今年も高温が続き、稲刈りの時期が早まるとして、県は適切な時期での刈り取りを呼びかけています。今日は県庁で臨時の会議が開かれ、県や JA から関係者が参加しました。会議の中で県の担当者は、今年の稲について、去年に続き気温の高い日が続いたため、生育が早まっていると説明しました。そのため稲刈りの時期が例年より1週間ほど早まるということです。猛暑の影響でこれまでで最も早かった去年と同程度で、早いところでは今月末にも刈り取りの時期が来ます。時期を過ぎると味や品質の低下につながるとして、県は適切な時期での稲刈りを行うよう呼びかけています。ご自分のその田んぼのもみの色をですね、確認していただいて、よく観察していただいて、その刈り頃になりましたら、その速やかに、収穫の方に移れるように、ご準備の方をお願いできればと。そして大崎市では、極早生の新米の等級検査が行われました。高温の影響はなく、すべて一等米と評価されました。大崎市の JA の施設で検査されたのは、市内の農家が今月20日から刈り取った極早生の500側 3.8 トンです。今年は猛暑の影響が心配されましたが、今月初めから適度な雨があったことなどで順調に生育し、すべての米が最も品質が高い一等米と評価されました。一等米いただいたということは、一つの節目として安心したという感じでございます。秋のその味覚を、味わっていただきたいと思います。今日検査された新米は県内の一部のスーパーなどで販売されるということです。